火星15が大気圏への再突入に失敗していた可能性があることが分かりましたアメリカの CNN は当局者の話として火星15は大気圏に再突入した際バラバラに砕けたと見られると伝えましたこの当局者はミサイルを目標に命中させるために必要な誘導や標的の設定に加えて 北朝鮮のミサイル計画が直面している技術的な問題が明らかになったと指摘していますまた今回の発射では固体燃料より発射準備が察知しやすい液体燃料が少なくとも一部に使われていたためアメリカは早期に警戒できたとしていますさらに複数の専門家は今回の火星15は1機だけ作られたもので今後改良したものが発射されると見ているということです